きましょう。はい、なんか、俳優さんなんですか、はい、ちょっと名前とどんなことやってるか教えてください、はい。岩渕健一と言います、はい。LA に住んでます、うん、はい。最近やった仕事は、はい、テレビコマーシャル、はい、リトルシーザーと言いまして、はい、ピザの、はい、あの全国チェーンのやつですね、はい、で日本アメリカで有名な、ね、アメリカで有名なやつですね、はい、それからあとは、チートス、うん、あのオレンジ の、はい、あのスナックのお菓子ですね、はいはい、あれであの忍者みたいなオレンジの帽子かぶってるんですけども、はいはい、それもあの私がやってます、はい、その リトルシーザーのコマーシャルはどんな役やったんですか、はい、それは日本人のビジネスマン役なんですけど、あのコピーマシンから、そのコピーマシンがあのピザが安いってことを喜んで、うん、紙がすごい、うん、飛び出すんですね、うん、こういう感じで、はい、面白い、うんうん、でそれで私もこうやって一緒に、うん、あのシャウトするっていう役です。ああ、そうですか、はいはい、面白い役ですね、はいはい、それで他にはで最近ですと、アバウトっていうフィーチャー、フィルムをやらせていただいて、それはどういう話かというと、LA に住んでいる、アジアンとかアフリカアメリカンとか、白人の方とかメキシカンの方とかが一緒にミングルして、オムニバスのドラマで、成り立ってるっていう、映画でして、私はその中の白人の人と、亡くなっちゃうんですね、身内が、でそれで偶然にお互いに、それをその亡くなっちゃったことを通じて、そのドラマを深めていくっていう役です、はい、で、はい、そこの、映画の中に、アカデミー賞を取った、モニークさん、黒人、あのプレシャスの、アカデミー賞を取ったモニークさんが一緒に出てます、はいはい、で今監督が編集中です、はいはい、なんで、はい、まあどうですかね、まあ、いつ出るか分かんないですけども、はい、あの自分もその中に参加させていただいてすごい、はい、だいたいいつ頃ですか、今年、来年どうですかね、来年かな、ね、あの取り合ったばっかなんで、はいはいはい、もう一回その映画のタイトルを教えてください。アバウトです。アバウトね、はいはい、これインディペンデントの映画ですか。インディペンデントですけども、はいはい、すごい大きいバジェットで、はい、あのみんな楽しく、はい、あのやりましたんで、はい、あのいいものに出来上がっていると思います、はい、じゃあ最後にもう一度アバウトの宣伝してください、はい、私健一岩渕がアバウト、はい、たけし役として、はい、出演しております、はい、出来上がった際には皆さんぜひ、ご覧ください。はい、楽しみにしてます、はい、ありがとう、ありがとうございます、はい。